와, 새로 생긴 기능이 또 되게 많네. 이게 뭐야? 다? 와, 와, 이 뭐야? 되게 뭔가 많다. 이게 뭐야? 없는 게 낫겠군. 안녕하세요. 아, 뭐, 공원방화다. 밀산 공원방화. そうだ、結構18時半からライブ始まってくださいっていう、話が多かったので、ちょうどよかったですね。明日、もう一度言うんですけど、明日、オンラインファミですね。明日オンラインファミ、2回やるんですけど、いや、2回もやらせていただくことってすごく嬉しいです。で、明日、結構まあ一日長いと、すごく長いと思いますけど、まあ少しずつ、まあ1回目、そして2回目、少しずつ、内容もすごく、まあちょっとずつ違って、曲も、少しずつ変えていこうか、いこうかなって思っています。声が聞こえない。声が聞こえない。声が聞こえない。들리나요? 목소리 들리나요? 여러분들 들리나요? 聞こえてますか？よし。よかった。よかった。さっきツイッターライブ難しいですね。ツイッターライブ、ちょっと勉強しないと。いや、やっぱ難しいね。明日は皆さん楽しみにしてますか？楽しみにしてますか？明日、まあ一生懸命楽しい時間を、させていただこうと、していますけど、まあ、これも何回も、言いますか、こうやってね、肋骨の、影響でね、肋骨骨折の影響でね、まあ、歌がね、まあ、どれだけ歌えるか、今のところでも 正直めっちゃ不安なんですけど、とりあえず明日、頑張りますね。いや、皆さん、無理しないでくださいとか言ってくださるんですけど、一応明日、まあ、少しだけ無理します。いいんじゃないですか。もともと1月にやろうとしてたイベントなのに、こうやって5月にね、こんな、まあ、遅くになっちゃったんですけど、まあ、こうやって、でも、結果、こうやって5月に、イベントを、イベントが開催できることになってすごく嬉しいと思います。でも、少しは無理するよ。できれば、歌える範囲まで、頑張って歌いたいと思います。で、まあ、歌も歌ですけど、まあ、もちろん皆さんとね、いろいろこう話したりする、そういうじ、まあ、楽しい時間もね、すごく、期待していますし、明日、古谷さんのね、リモートでね、まあ、日本から参加してくださって、多分いろいろ、まあ、多分僕を手伝ってくださると思いますけど、やっぱ古谷さん一人いることで、やっぱ雰囲気変わりますよね。
まあ、なかなかお客さんとかファンの皆さんが現場にいないということですごくテンションが下がるんですよ、正直言うと。まあ、なかなかこう盛り上がらないんですよね、まあ、現場的には。けど明日古谷さんのおかげで皆さんともっとこうテンションアップしてもっと楽しい時間になるんじゃないかなって思っています。ありがとうございます。皆さん知ってますか、明日、まあ、一応冬屋さんこのライブ見てないっていう、まあ、ことにして言いますけど、明日冬屋さんのお誕生日なんですよ。なので、皆さん、僕ら的にはちょっと秘密でね、古谷さんに言わないでね。古谷さん好きだよね。古谷さんもいつもお世話になっておりまして、いやすごくすごく感謝してますね、本当に。いや、古谷さんがメインになっちゃうっていうことはない。それは。だって、いや、だって僕のイベントだもん。まあでも、まあ、お互い、こう、お祝いできることもすごく楽しそうですね。そうだ、明日、まあ、さっきも言ったんですけど、明日イベントで、まあ、100% ではないんですけど、多分半分以上ぐらいかな。明日、映画オン・ザ・ロードの主題歌、You Are の MV を初公開することになりまして、まあ、100% ではないんですよ。でも半分ちょいぐらいだと思いますので、まあ結構ね、皆さんまだ見れてない新しい映像とか、歌も、すごく、まあ、いい音で多分聴けることに なるんじゃないかなと思います。皆さん楽しみにしてください。ちょっとまあ変なんですけど、僕最近ほとんど日本語使ってないじゃないですか。まあ、まあ当たり前なことなんですけど、韓国にいるので。まあ NHK のポップエとか、それぐらいかな。か、まあスカパの、まあ、撮影なので、まあ、そういう撮影とかで多分日本語を話してるだけで、ほとんど日本語使ってないんですけど、なんかね、なんか忘れてないんですね。まあもちろん、いや、バッチリではないんですよ。もちろん、こう、単語、まあ、多分、まあ、まあ、単語、多分今、100個ぐらいは忘れてると思うんですけど、いやー、これぐらい話せることもね、いや、すごく、ありがたいことですね。まあ、自分に感謝しているっていうか。まあでも忘れるわけないでしょ、正直。ありがとうございます。昨日から、昨日からYouTube でね、JBizの、YouTube チャンネルを、ずっと見てるんですけど、いや、プロレスラブの時とか、すごく楽しかったですね。いや、こんなに楽しかったのに、いつかまた、いつかまた、
この映像のようにね、またライブ必ずできますよね。必ずきっと会えるよってコメントすごくいいですね。どっちかというと生で会いたいですね。この、SNS 上とか、YouTube とか、このリモートでやる、イベントとかね、こういうのもいいんですけど、やっぱ生がいいですね。必ず会える。そう信じている。今日いろいろ話せてとてもいいなとも思いますけど、明日、イベント2回もあるんで、明日たくさんお話ししましょう。明日は生配信なので、皆さんと久しぶりに、たくさんお話しして楽しい時間を過ごしたいなと思っています。明日、僕は朝早い時間から、リハーサルとかで結構バタバタすると思いますけど、皆さんと、オンラインで会うことなんですけれども、リモートでも、本当に幸せな時間を、過ごせるように頑張って準備したいと思いますので、皆さん明日本番でお会いしましょう。またね、みんな。また明日ね。감사합니다、여러분들。내일イベント열심히할게요。또만나요。안녕。안녕또봐요바이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 자また明日ね